私たちは世界で一番の声優になりたいのだ。得意な泳ぎ方は平泳ぎ、加陽ひかるです。得意な泳ぎ方は平泳ぎ、清水りりかです。お、珍しく被ったね。そうだね。なんで？うん、泳ぎ方をそんなに知らないからかな。クロールと蹴伸びと蹴伸びと、うん、あとなんだろう、平泳ぎと、うん、背泳ぎ、うん、しか私はわからないので、うん、蹴伸びって何？なんかスイーって息継ぎしないで伸びるだけのやつ、浮くやつ。それ泳ぎ？あ、泳ぎじゃないのあれ。それも泳ぎに入れんの？私泳ぎだと思ってた。あ、でもなんかやったよね、うん、小学生の時とかさ。そう、やったよね。どのぐらいまで行くかみたいな。そうなの、そうなの。私、小学校までしかプール入ってないから。あ、そうなの？そうそう、わかんないんだよね、それくらいしか。あ、でも言うと私もそうだな。なんだかんだ言って休んでた気がする。上手に。あー、なるほどね。ちょっとお腹痛ってみたいな。でもさ、うん、私水泳すごく苦手だったというか、あんまり得意じゃなくて、うん、息継ぎが上手じゃなかったんだよね、多分。あ、難しいよね、うん、クロールがとにかく嫌いだったの。お、泳げば泳ぐほど沈んでくみたいな、うんうん、なんか全然息ができなくてやばいね。なんか苦しい苦しい、このまま苦しみを私は味わい続けるのかと思ったら、うん、すごいなんか泳いでることが苦になってきて、うん、もうやめようって言っていつも立ってたから。怖っ。え、でも泳ぎってそんなもんじゃん。やっぱ得意な人はそんなこともないのかもしれないけど。私地域的に、うん、なんか30分間開泳っていう行事があって、おう、うん、うちの地域だとなんか30分泳ぎ続けなきゃいけないっていう、うん、え、1回回しつけずに？そうっていう試験みたいなのが小学校5年生の時にあって、私も本当にひかるちゃんと同じ感じで、うん、息継ぎできなかったし、うんうん、50m 泳ぎきれなかったのね。しんどいよねあれ。そう、だから30分間開泳合格しないと次の年に持ち越しだから、もう絶対に受かんなきゃいけないっていうので、もう頑張って水泳部に入って、めっちゃ頑張ってました。すごい、小学生の時は。それ30分泳げて何になるの？ま、だから例えばだけど、海で遊びに行ってもし、うん、なんかこうはぐれちゃった時に、うん、とりあえず30分浮いてれば迎えが来るよっていうことらしいんだけど。そっか。え、でも海の町だっけ？いやいや。いやいや、そっか、うん、そうでしたね。人命救助ということで。そうだね、だから30分は受けた方がいいよ。いや、私は必殺技のあの何、空気を入れるがあるから。あの、お腹のところに空気を入れるっていう、あの布をパンって、水辺にパンって叩きつけるとそこに空気がパンって入るじゃん。あ、はいはい、でそうすると浮いてられるんですよ。あ、そうなんだ。知ってました？皆さん知らなかったです。これ絶対ちょっとやってみた方がいいですよ。これが人命救助です。これが浮き輪の代わりになるから。そうなんですね。はい、すいません。じゃあ早速いきましょう。はい、このコーナーは声優経験がまだまだ浅い私たちが世界で一番の声優を目指して挑戦、いろんなことに挑戦していくコーナーです。はい、今回は月末恒例のこちらです。本音で話そう、くじ引きガチャトーク。イエーイ。箱の中から私たちが話したい話題を書いた紙を引いて、はい、そのテーマについて本音で話していく月末恒例の企画です。はい、箱の中には私たち2人だけじゃなく、スタッフさんが私たちに話してほしいテーマも入っています。うーん、なんか注意書きで、うん、あのスタッフの書いた紙を引くことが少ないので、うん、忖度しないでくださいとクレームがね、はいはい、してないからガチなんですよ。なんかちょっとなんかクレームつけられてる意味がわかんないっていうか。まあ、早速引いていきます。はい、お願いします。はい、初めての美容院に飛び込めますか？これはあ、スタッフさんが書いてくれたんですね。え、飛び込みっていうのは予約もせずってことですか？おー、したことがないかもしれない。私もやったことない。え、だってありなんですか、こういうのって。
かに。どうなんだろうね。でも直接行ってそのまま今切れますかって言って切ってくれたりもするのかな。あー、床屋さんとかだと聞くよね、そういうの。あー、確かに確かに。美容院ってどうなんだろう。え、やったことないからわかんないけど、でも予約すれば初めてのところは行けます、私は。あー、予約すればね。そう、予約してここ初めてだって言って予約して行けますね。予約するさ、そのさ、初めてのところを予約するときの基準って何なの？時間。この日のこの時間ちょうど空いてんの、ここの美容室だって言って予約して。だっていっぱいあるじゃん。いっぱいあるね。いっぱい。選考基準は値段かな。あー、大事だね。うん、ね、毎月毎月行かなきゃいけなかったりとかね。そう、いや大変だもんね。そうなの。そういう意味ではさ、あのさ、うん、バリカンで自分で剃れるってすごいいいなって思うよね。確かに、立花さんとかね。うん、立花さん自分で剃ってるもんね。うち弊社の先輩ですけど。そうですね。一人で入れるかっていうのが、知らないお店に一人で入れるかっていうのが結構、ご飯屋さんとか問題らしいけど。でも私、ご飯屋さんだったら結構一人で入れるかもしれないです。うん、私もあんまり怪しい雰囲気じゃなければ入れます。あ、それ大事ね。それ大事。え、じゃあさ、うんうん、一人でちょっと地下に潜らなきゃいけない、うん、ラーメン屋さん入れる？あー、ラーメン屋さんは入らないですね。あ、そっか、麺食べれないのそうだちょっと違った。入れますか？いや、私は、うん、もうお店が中見えてる感じで、うん、ここは入れます、入れませんが結構決まるから。うん、わかる。ちょっとこじゃれた純喫茶、はい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 、で中が見えなかったりするんだよね、うん、ガラスになっててもこう、うんうん、すりガラスっていうんですか、あれって。あー、ちょっともやっとしてる。っていうので、うんうん、そう、見えなかったりするから、これは入ってもいいのかなっていうので、常連さんが多いところだとちょっと敬遠しちゃうかも。あー、入れる？入れないかな、入れないかな、入れないかなそうだよね、うん、純喫茶とか行く？そもそも行くよ。一人で？一人では行かない。え、うん、行く？ひかるちゃん一人でたまに行くけど、うん、でもやっぱり入れそうかなっていうのをすごい重視して入ってるから、事前にちょっと調べたたりするかな。でも難しいよね、一人で入るところって。私結構本当に選んじゃうかもしれない。うん、私も選んじゃいます。どうだろう、名前とか分かればね。お店の名前、あ、この名前知ってる、聞いたことある、だったら入れる。チェーン店とかね、うんうんうん、それは入れるね。うん、一人、あと、うんうん、結構開けてるところとかが入れますね、うん、ね、はい、そう、私も白い、なんとなく白いイメージがある、うんうんうん、あのお店だったら入れますねはい、という感じで、はい、次行きます。はい好きな神は？あ、はい、清水です。あ、リリカちゃん。ひかるちゃんも、私も結構甘いものが好き。美味しいね。ね、好きなんですけど、うん、特にこれ今好きだなって思うものが聞きたいなって思った次第でございます。本当に聞きたいいやでも2人でね、ご飯とか行くから。そうだね、ね、その時のお店選びの基準としても大事かなって思って。ちなみに私は和菓子が好きなんですけど。そうなの？そうなんです。知らなかった。嘘だ。あ、そうか、言ってないかもしれないです。一回も食べてるところ見たことない。おまんじゅうがね、好きなんですよ。本当に好きなの？そうなんですよ。特に味噌まんが好きで。味噌まん？味噌まん、味噌がちょっと入ってるおまんじゅうなんだけど。うわ、合わないわ。美味しいんですよ、それが。今度美味しい味噌まんを食べさせてやろう。なんであの甘じょっぱいにしちゃうの？甘じょっぱいがいいんだよ。私本当に理解ができなくて、味噌を入れる。うん、私はこしあんとかが大好きなのね。うんうんうん、だからとにかく甘いは甘いだけで食べたいわけ。でもやっぱ甘いもの食べてるとしょっぱいもの食べたくなりません？自分たちで食べればいいじゃん。一緒にポテト食べたらいいじゃん。えー、なんかそれじゃさ、1個でさ、なんか補えれば最高じゃない？だってあれじゃない、
ポテトチップスにチョコレートがついてるやつとか。私それ大嫌い。あ、嫌いなんだちょっと大嫌いっていう言い方しちゃったけど、でも本当に苦手なの。だってわざわざかける必要なくない？だから便利なんだって、1個で別々に食べたい。なんでだよ。じゃあキノコの里は、キノコの里、あれ、キノコの里、キノコの山、山とタケノコの 里、あれは、うん、どっち派、どっち派。結構派閥が分かれるじゃない。私は本当に、うん、あのビスケットとチョコを一緒に食べる意味が本当に分からないから、絶対にキノコの方が、バラバラにね、上だけ食べて下だけ食べれるからキノコの方がいいなと思うの。え、そういうこと違うの。でもそうですよね、これ違う、絶対ありえない。それは一緒に食べてもいいじゃん。なんか甘いと甘いだったらいいんじゃないの。え、違う、本当に嫌なの。なんか何かと何かを一緒に食べるのが、一個だけで食べたいの私は。え、もうそんなものいっぱいない。例えばアンパンとか。アンパンはアンパンだから何それ、あんことパンじゃないのアンパンはアンパン、だからあんこってさ付属品じゃん、うん、へそうですかね。あんこ単体で食べる人もいますけど。いや、そしたらおしるこもおしるこで食べるよ。あ、おしるこはおしるこで食べるんだ、うん、へえ。本当に嫌だ、そのなんか甘じょっぱいで一緒に合算されてるのが。へえ、ありえないな。ちょっと入れないわ。何がいいのか本当に分からん。何がいいの、一緒に食べれるのがいい。チョコのついたポテチはありなし、皆様に聞いてみよう。あ、確かに今日結構ね来てるか。みんな、皆さんはポテト、チップス、チョコ付き、あり派、なし派、どっちですか。あり。あ、ありの方が多くない。よよよよよ、1、2、3、3対2。イエーイ。違うよ、こっちだよ、こっちこっち。え、バツがこっちでしょ。1、2、3。あれ、同点、同数、同数ですね。同数なんですか。え、ちなみにありの人1、2、3、3人でしょ。なしの人、はい、1、2、3、3名ということで同率。同率だね。意外と割れるんだね。やだよね、やだよねとか言うね。まあでも売ってるってことは需要が高いってことだから、やっぱアリ派の方が多いんじゃないですか、世間一般的に。いや、そこまでなんか端寄る必要もないよ一緒に食べてもいいじゃん。こう甘いをさ、一口パクって食べて、しょっぱいを一口パクって食べてもいいじゃん。口の中で一緒じゃん。分かってないわ、清水、分かってないわ、ほんとに分かんないな。あわうわ、もう次行こう。はいはい。ドレスを着るなら何色？あ、清水です。いきなりドレス？再び清水です。いや、なんか前回さ、理想のお姫様っていうテーマで、うん、カルチャーシンドロームでメール募集してたじゃない、ね、うん、で、ちっちゃい頃やっぱりお姫様になりたいっていう風に憧れてたんですよ、私は、うんうん、やっぱバレエも習ってたし、バレエだとお姫様役の人とか、あーいいなーって思って憧れてて、で、お姫様といえばドレスじゃない。ほう、あ、そうだね。そう、で、ちっちゃい頃私はピンクのドレスというか、うん、お衣装を着てるのが可愛いなってずっと思ってて、ピンクにのドレスに憧れがあるんですよ。ピンクだったんだ。そうなの。へー、そうなんです。細かく言うと、くるみやり人形っていうお話の舞台があって、うんうん、それの金平糖の精を踊ってたお姉さんがすごく綺麗で、妖精じゃん一応ね、三幕の王女様なんですよ、うん、あ、そうなんだ。そうなの、そうなの。へー。あ、か、クララが金平糖踊るかみたいな、まあなんかその解釈によって違うんだけど、うんうん、一応そのヒロインという立場にコンペイトがいて、それのお衣装がピンクで可愛かったんだよね。っていうことで、ひかるちゃんもなんかこう憧れのお姫様のドレスみたいなのあるかなと思って。あー、ドレスか。私、やっぱり小さい頃シンデレラが大好きで、うん、
シンデレラ大好きで理想のお姫様といえばだったから、やっぱり水色のドレス憧れたんだけど、うんうん、あのシンデレラね、すっごい大好きだったのに、うん、なんか何を思って言ったのか分かんないけど、お姉ちゃんがね、うん、私姉がいるんですけど、はい、姉がいきなりシンデレラってさ、光るって言って、はい、鼻くそ食べるらしいよっていや、絶対食べないですよ、絶対食べないんですけど食べないけど、うん、多分小学生とかだったからいたずら心に妹がこんだけ好き好き言ってるものにちょっとちょっかい出してやろうっていう気持ちで、うんうん、食べるらしいよって言いやがって、はい、そっからすごいシンデレラがちょっとダメになってしまってでもやっぱり大人になったらいいなと思って、うん、シンデレラ今は好きなんだけど、うん、ちょっとなんか淡い思い出があるからなんかちょっと好きだけど好きってすごい素直に言えない感じはある今。何の話？なるほどね。今ウェディングドレス以外でドレスを着る機会ってあるんですか？リリコちゃんある？私はまあ、お衣装で着たことあるのと、あ、そっかそっか、そのバレエ習ってた時にお衣装で着たことあるっていうのと、うん、あと成人式の前撮りで着ましたね、ドレス。え、ドレス？はい、ドレスでお写真撮って、もう一個は着物でお写真撮りましたね。袴じゃない、袴じゃない、着物っていうか振袖じゃない、振袖でも撮ったんだけど、うん、ドレスでも撮った。え、なんで？え、可愛いから。あ、やっぱお嬢様だからやっぱり次元が違うんですね。結構そういう人多いって、プランでドレスと着物ついてくるみたいなプラン。でも周りやってる人いなかったけど、やってました？あ、嘘、やってないですよ、今20歳の女の子たち。一般的だと思ってたやっぱり清水は次元が違いましたねちょっとお嬢様だから随所随所でお金の匂いがプンプンしてるからそういうひかるちゃんはあるんですか、ドレス着る機会。いや、私ドレス着たこと、いや、あの本当に簡易的なパーティードレスみたいなのを、うん、ピアノの発表会とかで着るぐらいはあったけど、うん、もうちょっとなんか成人式のドレスの話になってくるとなんか桁が違いそうで、ちょっともう分かんないなちなみに何色着たの？ピンク着ました。ああ、もう叶ってるじゃん。叶えました。もう結婚式でピンク着なくて済むね。そうだね、じゃあいろんな色、うん、挑戦します。なんでいきなりそんなやる気なくなるの何なの？なんか良くなかった？ね、いや、全然そんなことないです、うん、そんなことないです、ね、はい、はい、あの、バツバツが出て、あ、もう一、もう、ね、うん、合わせてはい、ということで、はい、あの、罰が出てしまったということなので、はい、お時間が来てしまいました。今回もガチャトークいかがだったでしょうか。またね、うん、2人でいろんなことを話していきたいと思います。はい、ではでは今回はここまでです。このコーナーのお相手は火曜ひかると清水りりかでした。